さて突然ですが、こちらの家紋、皆さんは一体どこの家の紋か分かりますか？正解は豊後の国は武田、岡藩城主中川氏の家紋です。一般的に中川クルスとして知られています。今回の動画では豊後の国は大分県竹田市に皆さんをお連れしたいと思います。一旦話を先ほどの家紋に戻したいと思いますが、この家紋にはどんな由来があるのでしょうか。諸説あると言われていますが、その一つにミステリアスな由来があります。皆さんはこの人誰だかお分かりになりますか？そう、教科書に必ず出てきたであろうこの方、フランシスコ・ザビエル。彼は日本に初めてキリスト教を伝えた人物です。ザビエルはイエズス会というカトリック教会の布教団体のメンバーでした。イエズス会の紋章がこの絵に描かれています。ここの部分です。アルファベットで IHS というのが見えますね。この IHS が何を示しているかというと、一般的にはイーザス・ホーミナム・サルバトール、人々の救世者イエスの頭文字を取っていると言われています。中川クルスにはこの IHS の文字が巧妙に隠されているのではないかという研究者もいます。さあ皆さんはどう思いますか？さて今回の動画では竹田の街歩きガイドさん、釘宮さんと竹田の名所を巡りながら、この竹田にまつわるキリシタンミステリーを紐解いていきたいと思います。まず竹田の位置を確認しておきましょう。竹田市はここ、大分県南西部に位置する市です。最寄りの空港は熊本空港と大分空港、どちらの空港についてもそこから2時間くらいかかる大変アクセスの困難な場所にあります。でもこんなアクセスが悪い場所だからこそ残っているものがたくさんあると思うんですよね。では早速1箇所目に行ってみましょう。こちらはキリシタン洞窟礼拝堂跡です。あ、ここなんだ。正面一段高いところに格子状のフェンスが見えますか？あそこに礼拝堂があるみたいです。もう少し近寄ってみましょう。確かにここはなんか特別な場所としてなんかこう保護されてきた感はありますね。なるほど。わわわわ、すごい。なんか入れるんですけどね。奥上はなんか鍵かけられてるけど、奥だけ。へー。わ、すごい。見えます？うん。あそこに多分ね、前のそうですね、はめてたの、置いてたんでしょうね。手彫りの礼拝堂跡ですね。約70年くらい前までは、美しい黄金色の色彩が残っていたようです。さて皆さんは隠れキリシタンという言葉を聞いたことありますか？時を遡ること500年前、先ほど登場したザビエル氏が鹿児島に上陸して以降、イエズス会の宣教師たちが次々に日本を訪れるようになります。彼らによってキリスト教は全国的に広まっていきます。最も多かった時で日本人の信徒の数は20万人から50万人ほどいたと見られています。当時の日本の人口を考えると人口の 2% から 4% がキリスト教だったと言えます。長崎を中心に博多、豊後、京都などに布教の拠点があり、宣教師や教会関係者は国内に100人から200人程度、教会はなんと200箇所もありました。長崎などは一時イエズス会の領地のようになっていたことさえありました。
キリスト教の布教活動は常に貿易活動と表裏一体でした。この時代、キリスト教とともにもたらされたものは鉄砲です。日本はこの時戦国時代、天下統一を果たそうとする者は皆、この武器が喉から手が出るほど欲しかったのです。そこをイエズス会もよく分かっていました。貿易活動で武器を提供する代わりに、キリスト教の布教を認めさせたのでした。こうしてイエズス会の思惑通り、日本でのキリスト教信仰は急速に拡大していきます。天下統一を果たした者の中には、このままでは日本はキリスト教の植民地になると危機感を持った者もいました。それが秀吉のバテレン追放令であり、家康の禁教令でした。特にこの禁教令以降、キリスト教徒に厳しい弾圧が加えられるようになりました。そうした中でも、密かに信仰を守り続けたキリスト教徒たちがいました。彼らのことを隠れキリシタンと呼んでいます。礼拝堂のすぐ横には住居跡と思われる大きなくぼみもあります。ここには当時、2人の外国人宣教師がかくまわれていたそうです。それではここで一つ目のクエスチョンです。外国人宣教師をかくまっていたのは誰でしょうか？と、某番組風でお送りしておりますが、皆さんいかがでしょうか？残念ながら明確な答えはないのですが、この礼拝堂のある洞窟一帯は岡藩上級武士たちが住むエリアのど真ん中にあり、しかも岡藩の重鎮古田重春の屋敷のすぐ裏でした。そしてこの重春にはなんと洗礼名があります。古田ヨハネ重春、そう、彼もまた隠れクリスチャンであったと言われています。藩の重臣が隠れキリシタン、かつ宣教師をかくまっていたなんてことが知られたら、岡藩は一巻の終わりです。古田は誰にも知られることなく、ここに宣教師をかくまうことができたのでしょうか？それとも、岡藩も古田が隠れキリシタンであることを知った上で、見て見ぬふりをしたのでしょうか？武田の隠れキリシタンは、隠れていたのではなく、隠しキリシタンだったのではないかと言われる理由の一つとして、この礼拝堂のミステリーが挙げられています。さて、この辺りで小武装の力がつきました。武田編は次に続きたいと思います。次回の動画もどうぞお楽しみに。